服好きかい、おい。ちょっと、なんすか急に。服好きか。あ、服好きっすけど。服好き。服好きです。あ、そうか。やっぱそんな匂いがしたぜ。しました。うん、まあ、すごいっす。あれー、音知ってる。いや、ちょっと存じ上げないっす。あ、まあまあ、まあ、そうだ。もろもちとかあんまり言えねえな。すいません。お名前なんすか。俺の名前。山本浩二。山本浩二っていないっすか。いやいや、あ、まあ、あの、ファッションブランドのあの、浩二山本っていう。お願いします。あの、よかったら買ってください。あ、なんか、聞いたことあるな。なんか、あ、本当ですか、ありがとうございます。いや、違う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 出かけたっすね、うん、ファッションリーダーのやっぱ血騒いで、あのコーディネートしてやりてえなと思って。あ、なるほど。まあ、匂い嗅ぎつけて、はい、ここの家たどり着きました。ありがとうございます。今ありがとうございます、うん、今日はどうだ、高円寺とか行ったかな、うん、下北っすね。そうかそうかそうか。下北さん、うん、下北行きました。いい街だよな、下北さん。うん、俺もよく買うぞ。うん、本当ですか。うん、まあ、今度ね、あの13店舗目ね、うん、浩二山本の、うん、下北沢で出そうと思って。あ、結構店舗やってるんですね。あ、で13店舗目だからね。うん、13店舗、うん、ちょっと詰まったけど、あの1から12店舗は、あ、立川。立川で1から12 10やってる。浩二山本道路あって、道路浩二山本道路工事山本って、喧嘩してんだよここ、ミスターセッケじゃあちょっと今日買ったもの見せてもらっていいかな。どうやる、あのちょっとここに、ここら辺か、オッケー、ちょっとじゃあ探ります。すいません。おー、洋服、洋服動いた、おい、そうだろ、ちょっとごめんなさい。ごめん、ちょっと洋服好きすぎて含めると取り乱しちゃうんだよ、俺。さあ、ちょっと正直頼む。あ、これとか。あ、そうですね、それ最近買いました。あ、なんかタケコプターみたいな服を。タケコプターみたいな服ってないよ。タケコプターみたいな服ってないよ。じゃあ一緒に歌うか。な、空を自由に飛びたいな。武田鉄矢。頑張れ。それじゃないです、今日買ったの。どれだよ、これ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 か、これです、この帽子、あ、いいね、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。俺のね、兄ちゃんもよくこれ、こういうやつ、かぶってたよ、兄ちゃんも。履いてるって言いました、今。あげたか。しゃあない。おい、しゃあない、しゃあない。あ、最後、あ、俺の兄ちゃんもこれかぶってるから。かぶってます。よくかぶって、こういう似たやつ、うん。真っ白なやつだ。あ、この妻の裏も緑だよ、かぶってる、俺の兄ちゃんは。あ、いい、じゃあこれに合わせるか。これで合わせたいっすな。オッケーオッケー、任せろ任せろ。開けていいか。あ、どうぞ。服の匂いすんな、服の匂いすんな、これ。いくぞ。服の匂いって服の匂いするな。うん、服ありそうだな。服は目の前にある、全部目の前のやつ服っす。目の前のやつ全部服です。これ服だろ、資格ないんかよこいつ。これ全部どうせ服だろ、嗅覚でしか物事判別できない。オッケーオッケーオッケー、おい、この帽子と一緒にコーディネートしたやつはいるか。いました、今誰も言ってなかったっすけど、何も言ってなかったっす。あ、まあ、服の声聞こえないかお前。じゃあ俺聞こえんだよ、この駅まで行けば。立川の12店舗だすもんな、声聞こえんだよ。立川の12店舗だ、それも頭悪いんだけどな。何か言った、何も言ってないっす。浩二山本、覚えてくれ、ローマ字だ、浩二山本。
風評被害えぐいってそれ。よろしく。本家の。あの、下北沢店、あの、オープンする予定なんですけど、まあ今は決まってなくて。うん。でもまあ、来月ぐらいにはオープンしようかなって思ってます。ゴージャモトです。うん。彼だ、彼。うん。彼が語りかけてくれた。それ昨日来ました。うん、じゃあ着よう。関係ねえから。そうそう。好きな服はどんどん着ていこう。いいか。はい。じゃあこれ決まりで。うん。それ?これで。白の帽子と。そうだよ。俺に任せろ、俺ファッションリーダーだぞ。コージ山本だぞ。確かにジュリテンポ持ってんだよ。俺持ってんだよ。疑ってるだろ、お前。パンツはじゃあ何するんですか。あ、任せろ、パンツ任せろ。よし、じゃあパンツ行こう。うん。パンツで、はい、お願いします。パンツ結構自分メインで考えちゃうんで。パンツから考えんだ。パンツから考えます。これはね、服なり始めた。あ、服なり始めた。服なり始めたってなんすか、うん、服なり始めたってなんすか。オッケー、オッケー、しょうがない。それでもあるわ。服なり始めた。まあ。白の帽子に、まあ、赤い、まあ、あのトレーナーで、いや、ポロシャツ。おあれトレーナーじゃないっすよ、普通に。あれポロシャツか。あれポロシャツっす。まあ、すまない、行こう。トレーナーを、あーちょっと考えさせてもらう。いろいろ見ていいか。あ、どうぞどうぞ。ありがとう、全然。あ、腕結構筋トレしてるんですか。あ、筋トレ、あ、まあ、まあ、してるから、バレた。バレちゃった。いや、なんかそのポーズする人って大体筋肉に自信ある人かなと思ったけど。え、別にどう含みようかな。全然筋肉ないっすよ。あ、全然筋肉ないっす。やるから。いや、全然ないっすよ。やるだろ。え、殴っていい。めっちゃ遅いっすよ。あ、いや、デブだから。デブだからってマウント取る人いないから。デブだから絶対に。デブじゃなくてマッチョだからとかだから普通。やるぞ、言っていいか。まあ今日はあの服やってるから別に殴んないけど。いや、全然お願いします。今どこに住んでるんですか。まあ、一軒家ぶち込みました。一軒ぶち込んだ。ぶち込んだ。うん。遊ぶ10番。遊ぶ10番に、うん、ぶち込んだよ。遊ぶ10番に一軒家。うん。すごいっすね。ワンルームの一軒家。ワンルーム。お金ないから。ワンルームの一軒家。ワンルーム一軒家。建てたってこと。建てました、建てました、建てました。ワンルームの一軒家を建てたの。あ、もうお風呂取りでしょ。入れてます。一軒家。ワンルーム。駐車場なし。駐車場もなし。駐輪場なし。駐輪場もなし。なし。一軒家。車持ってるんですか。車持ってます。車持ってて？あ、駐車場でお金払ってます。はい。自転車を持ってるんですか。自転車持ってない。持ってない。あ、じゃあいいじゃないですか。まあまあ、駐輪じゃないのはしょうがないけど、まあ、一軒家、ワンルーム入れてます。ワンルームで一軒家、ザブジューバー。うん。ああ、まあ、キッチンも2畳くらい。2畳?2畳?2畳です。キッチン2畳?はい、2畳です。なんですか。いや、2畳全然借りれますよ、それ賃貸で。やっぱ一軒家っていう、そう、なんだろう、ロマン的な名前が欲しいみたいな。まあそうだ。だって俺が一軒家持ってるって時にビグーしたっしょ。こいつ一軒家持ってるビグーしたっしょ。一軒家だけだったらね。でしょ。次ワンルームって言ったからね。もういいじゃん、それもおしゃれ。ダサいけど家もおしゃれ。あ、なんか言ったかも。なんだお前、やるか、やっちまうか。早く服決めてください。まあ今日やめ、時間ない、時間ない、今日やめとけだ。時間ないけど。オッケー。あ、じゃこれでしょ。これこれこれ。いやいや、え、トップス赤っすよ。暴言だよ、やったことねえだろお前、そういうファッション。まあ言ったことないってこと。コージ山本を信じろ。コージ山本の服じゃないからね、それ。じゃあコージ山本のコーデを信じろっつってんだよ。ああ、わかりました。はい、来てみろ。いいか、俺のこと聞け。わかりました。行っちゃいましょう。行きましょう。うん。じゃあもう下から舐めるに行っちゃうわ。お願いします。行きますよ。ジュン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 。ケチャップくんだ。ケチャップくん。ケチャップくんだ。ケチャップくんですかこれ。あ、ケチャップくんだ。あ、いいね。
いいっすかこれ。ケチャップケチャップ、うん。白の帽子はキャップに見える。ケチャップくんだ。一応これは、ね、僕バイトで接客するんですけど。あ、いいよケチャップくんじゃん。全然いいよ。俺の店もそういうやつ欲しいな。売り上げ立たないっす。立てる、立てるよ。なんて言った。あ、殺すぞお前。なんだお前。やるか。いや、これ大丈夫ですか。あ、じゃあお前、俺がそれ着てみっか。客観的に見てみ。いいっすか。あ、いいよ、ちょっと待ってろ。やばいっすよ。めっちゃいいなこれ。最高だよ。でもケチャップ山本やっぱ進化してるし気するわこれ。どう見てやばいっしょ、ドキモ抜かれたっしょ。うん、言ってみ感想。いや、うん、うんうん、赤いなぁ。いいだろこれ。赤いなぁ。ちょっともうこれちょっともらうわ、すまん。ダメだ。これちょっとめっちゃいいわ。いや着てるから高いし、それどっちも。どっちも全部、帽子も全部。ちょっと、なんぼ3万ぐらい。こっちは2万ぐらい。俺今日着たやつが400円、300円。ちょっとじゃあここ帰ります。ありがとうございました。ケチャップで帰ります。よろしくね、また呼んでくれ。あ、次3万ぐらいの服用意しといてくれよ。あっしゃ。